はい、というわけで iPhone 15 Pro 我慢できずにね、カフェで開封してしまったんですけども、改めてね、この場でいろいろ仕様とかどんなことができるのかみたいなのをチェックしていこうと思います。まずはね、やっぱり外観チェックとかそういうところをしていこうかなって感じです。まず外観に関しては、今までと大きく違うところとしては、やっぱりこのフレーム部分がね、チタン製になったっていうところですね。高級腕時計でも使われるようなグレード5っていう、まあ、チタンを搭載していて、14 Pro のステンレスと比べるとこれぐらいの違いがあります。まあ、これによってね、指紋がつきにくくなったり、傷がついてもね、目立ちにくくなったので、 iPhone をケースなしで使いたいっていう人にも結構ね、いい進化なんじゃないかなと思います。で、その素材の変更によって 10% ほど軽くなっています。今までの14 Pro が 206g だったのに対して、 iPhone 15 Pro は 187g になっていますね。約 20g って言っても結構ね、体感で重さが違うので、毎日ね、通勤電車とかで使ってる人にとってはかなりありがたい進化なんじゃないかなと思います。まあ、筐体デザインの変化でいうと、こうやってね、見てもらうと分かるんですけど、全体的に結構ね、丸みを帯びた形状になっています。これによってね、結構持ちやすい感覚が生まれて、ちょっとね、このガラス部分もラウンドエッジというか、柔らかい丸みを帯びてる感じなんですけど、これによってね、手に馴染む道具感がちょっと増している気がしますね。最近ね、 MacBook Air とかも M2 MacBook になって、すごい丸みを帯びたデザインになったと思うんですけど、そういうね、デザインの方向性を全体的に決めているのかもしれませんね。で、14 Pro と15 Pro で今ね、色ホワイト系のものをね、チョイスしているんですが、若干ね、やっぱり筐体の色違うことが分かります。ホワイトチタニウムの方が柔らかいクリーム色系の暖色がね、ちょっと乗っかったような白になっていて、14 Pro に関してはちょっとね、青みとマゼンタ寄りを感じる、まあ、白って感じですね。この辺の違いがあります。で、iPhone の進化って目に見えてね、面白い進化っていうのはないんですけど、アスリート的にね、なんか 100m 走 0.01 秒でも短くするみたいな、そういう方向性のなんかアップデートを感じますよね。こういう素材を、まあ、チタンにしたりとか、まあ、このね、外装の色を微妙に変えたりとか、まあ、そういう進化の方向性を感じています。で、まあ、体験として大きく変わった点でいうと、やっぱりここにアクションボタンっていうのが搭載された点ですね。今まではね、ミュートボタンだったんですけど、これがね、アクションボタンとなったことで、こういくつかのね、カメラとかそういうね、ライトとか、これをワンタッチするだけで何か違うアクションが取れるようになりました。これは地味だけど結構便利ですね。前にこのダブルタップとかでね、何かアプリを呼び出すっていうのがあったんですけど、それよりも個人的には使いやすいかなと思います。これ後で紹介していくんですが、ショートカットも割り当てられるんですね。こんな感じで自分がね、作ったショートカット割り当てられるので、僕はこのアクションボタンを押すと、ブラックマジックデザインのね、プロ仕様のカメラが起動するようにしています。これ結構便利なので、ちょっと後で紹介していきます。逆に言うと本体の進化ってそのぐらいで、あとはね、ほぼほぼ12シリーズぐらいからね、変わってないような感じもするんですけど、今回ね、大きく旧モデルと変わった点としては、やっぱりこの端子部分に USB-C が搭載されたことですね。今まではね、こういうヘッドホン、iPad、
スピーカー、Android スマホ、アナログポケット、そしてこういったライトとかみたいに USB-C のね端子とは別にこういうマグセーフだったりとかライトニングのね端子を持ち歩く必要があったんですけど、15シリーズから iPhone を含めて全てこのケーブル1本でね充電ができるっていうところがやっぱり一番いいですね。逆に言うとそれだけでこんなにねニュースになって、もう品薄でなんか転売価格めっちゃ上がってるみたいな感じなんですけど、まあ、それだけのねインパクトがこの端子変更にあるかなと思います。このね USB-C っていう端子も規格がいろいろあって、僕もねなんかちゃんと把握しきれてるか不安だったりするんですけど、今回ね iPhone 15シリーズには USB2.0 っていう転送速度がライトニングと同じねスピードのものが搭載されているんですが、 iPhone 15 Pro シリーズに関しては USB3 っていう言い方がされているんですけども、転送速度が従来のライトニングと比べてもかなり早くね転送ができるっていうものが搭載されています。で今回のね iPhone 15 Pro の進化、個人的に大きいポイントは2点だと思っていて、1つが、まあ、動画撮影とか映像を撮影するための、まあ、カメラ性能、カメラのソフトウェア性能がかなりアップデートしているっていう点、2つ目としてはそれがね USB3 を搭載することでものすごく扱いやすくなったっていう、この2つがねプロを選ぶ理由かなと思います。いやこの辺はね YouTube とかちょっとしたなんかスマホで動画を撮りたい、そしてねちゃんと本格的に編集したいっていう人にとってはかなりね嬉しい進化です。まあ、せっかくね今回 USB-C に対応したっていうところで、このねポテンシャルをいろいろと接続して試してみようと思います。で今回のね iPhone 15シリーズに関しては充電だけじゃなくて、まあ、こういうねあらゆる周辺機器が USB-C 対応のものが使えるようになっています。これめちゃくちゃ嬉しくないですか。例えばこのカメラで撮ったデータをね SD カードでコピーしたいっていう時に、今までライトニング用と USB-C 用2個持ち歩いてたんですけど、これがね USB-C で1本化できています。でかつこういうね外部の、まあ、自作キーボードとかそうだと思うんですけど、 Bluetooth 搭載していないキーボードとかにこうやってね挿して iPhone ね直接キーボードを使えるようにしたりとか、でもう一つ個人的にはねやっぱり一番大きいポイントとしてはこれですね。じゃんと SSD、 外部の SSD にこの中のね撮った映像データとか画像データとかが転送できるようになった点ですね。これは多分めちゃくちゃ嬉しいです。動画とか重たいファイルをこっちで撮影した後に、このねファイルのアプリからこうやってね外部ストレージを選択してこの中にねデータを転送したりとかができるんですね。これは結構熱いです。今まで転送速度の制限とかがあって、これでね Vlog 撮ったりとか写真をねガンガン撮るっていうのはあんましてこなかったんですけど、これがあることによって本当にね実用性の高い、まあ、本当にポケットに入るシネマカメラ的な感じで使えるようになったのかなと思います。でこれはね昨日ちょっといろいろ撮ったデータを SSD の方に移してみたんですけど、対応する SSD に関してはねやっぱりめちゃくちゃ早く転送できるので、この辺はね、まあ、Vlog 撮ったりとかで本当に活躍しそうですね。 20GB のファイルが約1分で転送完了しています。これは嬉しい。いくつかね試してるんですけど、この SATA 形式の SSD とか、あとはサムスンのね SSD は普通にね認識してくれるんですが、若干このキングストンのめちゃくちゃ転送速度が速い SSD だけちょっとね認識してくれなかったりもするので、この辺なんか転送速度とか供給するパワーの違いとかであんまり速すぎるのはダメとかあるかもしれないですね。この辺はねいろいろと相性がある気がするので、もしね購入する場合は iPhone 15シリーズ対応って謳われたものが買うのがベストかもしれないですね。でさっきも紹介した通り、このね iPhone には外部ディスプレイに出力する機能が備わってるっぽいんですよね、あのスペックシートを見ると。なのでちょっとね本当に外部出力できるのか、それができたらこういうね XR グラスのアプリとかが開発されて本当に iPhone と接続してねこれだけでシームレスにコンテンツが楽しめるっていうのができると思うので、ちょっとね本当に出力できるのか試してみようと思います。じゃあこれ接続します。 3,2,1 ポンと来てるかな。あー来た。これ見えてるかな。ここぐらいにねちょっと縦画面だけなんですけど、今こんな感じで今映像表示されてるわ。あ、すごい。動画コンテンツだと今このぐらいのねサイズ感で普通にね映像が楽しめますね、大画面で。あ、こ
これはいいかもしれない。普通のねホーム画面は縦位置なので、まあこんな感じで見えてるからそんなに恩恵受けてない感じがあるんですけど、こういう映像コンテンツを楽しむって目的だと AR グラスも普通に iPhone で使える、これは嬉しいですね。外部モニターだけじゃなくてちゃんとねこういう XR グラスでも接続できるので、まあ、これがねあとアプリが対応してくれたりすれば本当にこれと、まあ、こういうね XR グラスだけでシームレスにコンテンツが楽しめる、そして XR のね体験が本当にこれだけできるようになりそうなので、この辺めちゃくちゃ楽しみですね。これすごいな、ビジョンプロ用に作ってんのかなっていうところが、この USB-C ポートを搭載したおかげでできるようになりましたね。これに関しては一応ね iPhone 15もね多分ディスプレイに対応みたいな感じで書いてあったので、15でもできるかなと思います。これだけでも正直めちゃ嬉しいですね。で今紹介したものはもちろんなんですけど、例えばね PC に有線接続して動画データとかそういうのをねシームレスに送るっていうこともできるし、あとはねこの iPhone で動画を撮る時の個人的な最大のネックとしては音声だったんですけど、これが USB-C ポートになったから USB のねこの Android とかで使っていた外部マイクとかも普通に使えるんですよね。例えばこのインタビューとかポッドキャストで使うダイナミックマイクを iPhone にね接続して動画を撮れば、こんな風に iPhone だけでも綺麗な映像と音声でね動画を撮ることができます。ちょっとね離れると声がね聞こえなくなるので、こういう感じでポッドキャストを撮ったりライブ配信をしたりっていうね用途でも USB-C ポートありがとうっていう感じですね。で一応ねカメラ周りの話なんですけど、カメラに関しては14 Pro シリーズとそこまで、まあ、ハード自体はね変わってない気がしますね。メインのカメラが4800万画素のだいたい焦点距離 24mm 相当っていうところで、であと1200万画素の超広角カメラ 13mm 相当のものがあって、3倍望遠がね、まあ、77mm 相当の1200万画素っていう感じで、光学性能に関してはあまり変わらない印象です。もちろんライダーセンサーも搭載しているので、前にね紹介したライダーセンサーで子供をスキャンしたりとか、あとまあ引っ越し先のね、まあ、寸法を測ったりサイズ感を測って家具の置く位置を決めるみたいな、そういうことも可能になっています。これに関してはね前にも動画を撮っているので、そちらをぜひチェックしてみてください。今回の iPhone からカメラ性能自体はね、まあ、14 Pro とそこまで、まあ、ハードウェアは変わってないんですけど、ソフトウェアがね結構進化している印象です。でその証拠にね今回の iPhone、個人的に一番嬉しいのがログっていう形式で撮影できるんですよね。プロレゾっていう形式かつログっていうね淡い色で撮れるんですよ。まあログって何かっていうと、前にもねなんかで紹介した気がするんですけど、こんな感じのね淡い色で最初に撮っておいて、この上にね色を重ねて自分のね好きなような色に仕上げていきやすくなるっていう、そういうね形式なんですけど、それがね初めて iPhone で搭載されたっていうところで個人的には本当に嬉しいですね。最初から使えるわけじゃなくて、設定でねこのカメラっていうところを押して、このフォーマットっていうところを押して、この互換性優先にすると、このね Apple ProReso っていう設定があるんですよ。でこれをオンにして、かつこの ProReso エンコーディングでログっていうのを選択すると、ここにねログっていう形式で撮影ができるようになるっていう感じになっています。でこのログに関して YouTuber でもね使ってる人本当に少ないんじゃないかなと思うんですけど、個人的にやっぱり Vlog とかはね自分の色を乗せて雰囲気出したいので、こういう形式が選べるのはめちゃありがたいですね。でこのね純正のカメラアプリで撮影もできるんですけど、こっちで撮るとデータ容量めちゃくちゃ重くなっちゃうのと、細かい設定ができないから自分でね制御しきれないんですね。なので個人的に最強だなと思うのがこのブラックマジックカメラっていうアプリなんですよ。これはね iPhone 15 Pro とのなんか相性めちゃくちゃいいです。でこのカメラは普通にね一眼で設定するよりもね細かいところが設定できるんですね。そのためちょっと使い方が難しそうに見えるんですけど、例えばシャッタースピードとか ISO 感度とかホワイトバランスとか全部ねマニュアルで設定することができます。でかつこうやって喋ってる音声もこうやってね音声レベルが見えるので、どのぐらいの音の量で撮れているかとか、あとまあストレージで残りどのぐらい撮影できるかっていうのとかが見れます。でこれ本当にすごいなと思うのが、これセッティングでコーデックいくつか選べるんですけど、 Apple ProReso 4444って読むのかな、いつもね ProReso 422LT っていうやつでこのね映像を撮ってるんですけど、それで同じ形式で収録ができるし、
で、かつ普段ね YouTube に動画アップする時の書き出し用のね軽いコーデック H265 っていうやつにも対応してるみたいですね。この辺幅広く選べるのがちょっとやばいですよね。で、カラースペースも Apple のログで収録できるので、あらゆるねことがここで行えます。これはね本当にこのアプリ1本でね動画が撮れるぐらい細かく設定できるんですけど、音声もね32ビットフロートっていうどんだけまあ叫んでも音割れしないみたいな形式で撮れるみたいだし、この辺はねちょっといろいろ使い込んでいきたいですね。で、かつマイクも iPhone のね内蔵マイクだけじゃなくて、こういうピンマイクが使えたりとか、さっきのねあのポッドキャスト用のマイクが選べたりとか、そういうね細かい設定が全部制御できるんですよね。これはすごい。外部の SSD も収録できます。こういう外部アプリってこうホーム画面からね選ぶのはめんどくさくて、普段ねこっちで撮りがちなんですけど、まあ、今回アクションボタンが搭載されて、これにね割り当てができるようになったことで、これをちょっと長押しするだけでこんな感じでもうすぐに起動できるから、僕の場合 Vlog 撮影するときはこっちで、写真を撮るときはこっちっていう感じで使い分けようと思っています。いろいろ紹介してるんですけど、まずはねこのアプリでちょっと動画撮ってみようと思います。はい、という感じで今ね iPhone 15 Pro でこの動画を撮影しています。ログ形式で撮ったものに自分でね好きな感じのいつもの雰囲気の色をね乗せている感じなんですけど、どんな感じで映ってますかね。そんなにノイズとかも目立たないし、結構ね想像以上にパキッと綺麗に映ってくれているんじゃないかなと思います。音声に関してはね今外部のマイクを使っているんですけども、映像に関してはこんな感じで綺麗に見えていると思います。で、若干ねこうやって撮る時の難点としては、外カメラをね今こっち自分の方に向けているので、外部でねちょっとモニターを接続して見たりする必要があるかなっていう感じですね。で、一応外部収録にもねこのまま対応しているみたいなので、 iPhone で撮ったこのカメラの映像をウェブカメラとして使ったりとか、あとまあ例えばこういう ATEM mini みたいなこういうのに接続してライブ配信を行ったりっていうのもできるみたいです。いや、この辺はやっぱりすごい。てかブラックマジックカメラがすごいです。で、一応ねログ収録に関して現状はね iPhone 15 Pro 専用の機能っていう感じっぽいですね。このね iPhone 14 シリーズだと使えなかったので、やっぱりねアップデートで対応するのかわかんないんですけど、この辺は iPhone 15 Pro の特徴かなと思います。それではねちょっといろいろ動画の作例みたいなのも簡単に撮っているので紹介していきます。街歩き動画、ログすごい綺麗な気がするわ。ちょっと今インカメの方で動画テストしてます。ログで撮影してるんですけど、インカメでも結構綺麗に撮れる感じがありますね。やっぱりただなんか若干手ブレがちょっと気になる感じがあるので、このね手ブレ補正をしたいのであればジンバルはあった方がいいかなっていう感じです。めちゃいい、めちゃ綺麗やっぱ。今外カメラの方でね自撮りしてます。さっきとちょっと違いがあるかどうかわかんないんですけど、多分こっちのカメラで撮った方が 4K 動画も綺麗に撮れるんじゃないかなとは思います。ちなみにマイクとかは今はつけてません。はい、でちょっとね今アクションカメラモードみたいなのにしてるんですけど、アクションカメラモードだと 4K って撮れないんですよね。なんか 4K じゃなくて違う、もう少し 2.8K とかそういう感じになっちゃうので、若干こう画質をね 4K で撮りたいってなると手ブレ補正ちょっとねどんな感じか気になりますね。はい、
ちょっとね、正直今回ね512ギガのストレージにしてるんですけど、もうすでに1テラにすればよかったって後悔してますね。6撮影だとプロレゾだとね、めちゃくちゃやっぱり容量食います。それがちょっと気になる。いや楽しみだな。暗所だからな、暗いから、暗い場所でどれだけこのカメラが使えるかっていう。ここの後ろにエタも並べるだけで全部セービング。いや、なんかこのシーン使わない気がしてきた、あんまり。ブラックマジックカメラです。暗いかな、ちょっと。じゃあ他も暗いかな。多分ね、エクストリームっていう、これ手ブレ補正モードだと思うんですけど、手ブレ補正を多分ねキャンセリングしているかなと思います。結構、まあ、さっきと同じように歩いてるんですけど、手ブレ補正、手ブレしているかな。これどんな感じなんだろう。家帰って見てみます。はい、いや、フロントは手ブレ補正効かない。フロントはちょっと手ブレ補正効かないですね。これ効いてんのかな。なんか微妙にやっぱ手ブレ補正はなんかちゃんとやるならちょっとジンバルなりなんかそういうスタンドみたいなのが必要そうな感じがあります。顔やばずーすずーす。いや、ブラックマジックカメラで。もう出てんだ。はい、今ね、アップルのログ形式で撮影した映像を見てるんですけど、結構色の感じすごくないですか。なんかこんなに、スマホでこんなに撮れるみたいな、この立体感のあるのっぴりとしてないね映像に仕上がっていて、想像以上に驚いてます。この色の乗せやすさみたいなのがめちゃくちゃ感じる。これは何なんだろう。スマホでね、こんなになんかいい感じにこういうグリーンとかになるんだっていう。僕そんなにね映像素人なんですけど、こういう感じで本当にスマホで撮ったんじゃないみたいな、この艶やかな感じの色になるのが想像以上に驚きですね。これは動画がこれでいけるのすごいわ。特に個人的に驚いたポイントだと、やっぱり暗所ですね。 iPhone ってセンサーのサイズが結構小さいので、全然ね暗所はどうせスマホでしょっていうね感じだったと思ってたんですけど、普通にこのなんだろう、ノイズが少ない感じで立体感がね、暗所、暗いレストランの中でも出せているっていうのが正直めちゃくちゃ驚いてます。これどうなってんだ、全然理解が追いつかないですね。で、結構これすごいのが、なんかね、ダイナミックレンジめっちゃ広いみたいなんですよね。こんな感じで、結構最初のね、映像よりも、こんなに明るくしてもノイズがね、あんまり目立たないし、逆にめっちゃこう、こんな感じでね、映像自体をこう暗くしていってもそこまでね、なんか潰れるみたいなこともなく、ダイナミックレンジがすごい広い気がする。これ一番最初の色がこんな感じなんですよ。一番最初結構薄めで、まあこんな感じかみたいなのでね撮ってたんで、実際どんなもんなのか分かんなかったんですが、結構ねこの暗い場所のこういうなんかね、こういうなんか黒い箇所とかをズームアップしても全然ノイズの感じがなくてすごいです。これは驚き。もう一つね、結構驚いたのこれですね。これもね、色が結構明るく撮りすぎちゃって、こうやってね普通に当てるとめっちゃ暗くなっちゃうんですよね、後ろの方で。結構ねカメラのログで撮る時とかだと、こんだけ明るくしすぎちゃうとちょっとね使えなかったり再撮影必要だなみたいなの起きたりするんですけど、意外とこのアップルのログちゃんとなんか色が戻ってくれる感じがあって、こんなにダイナミックレンジが広いっていうんですかね、ダイナミックレンジ広くかなり好きな
色味にこうアレンジがしやすいっていうのがめっちゃすごくないですか。これ例えばこれ今明るすぎるんでちょっとね明るさをこう戻してあげて、で背面のここが背面のね横断歩道のところを潰したくないっていう時にこうちょっとここぐらいまで暗くして、でさらに色のねこういう明るさとかも結構こんな感じでぬるぬると調整できるっていうのは結構驚きです。僕 YouTube とかやってるんで時々ねいろんなカメラを使ってこういう感じで編集したりするんですけど、こんなになんか編集しやすいのは結構カメラの中でもそんなにないのではっていう気がする。すごい、これオートフォーカスも優秀だし外部マイクも使えるし、これはすごいですね。この立体感とかすごいよな。これ、まあ、取り出す前はね正直、まあ、スマホの中でもすごい方みたいなねイメージで動画完成する予定だったんですけど、これカメラとしても Vlog カメラとしてもかなりすごい使いやすくてかなりね驚いてます。これはびっくり。いやこれちょっとこれからもう Apple Vlog 一強の時代が来るかもしれないですね。はい、というわけでこの iPhone 15 Pro についてねいろいろと紹介してみました。本当にね今回の進化としてはまず Vlog カメラとしてめちゃくちゃポテンシャルが高いというところ、そして USB-C を搭載したから今までね Android とかでしか使えなかった周辺機器がたくさんね使えるようになったっていう、この2点がね個人的には嬉しい進化ですね。まあ、逆に言うと動画も別に撮んないしなとか、まあ、端子もね USB-C の、まあ、マイクとかあんま使わないしなっていう人にとってはそこまでね14 Pro からの進化ってあんまりないかもしれないんですけど、これはね本当にポケットに入る Vlog シネマカメラ的な感じで使えるので、そういうね方向が好きな人はぜひねチェックしてみてください。まあ、この後ねなんか周辺機器の動画出さないんですかみたいなコメントもあったりするので、周辺機器の動画とかもちょっとねまとめて出そうかなと思います。というわけで今回の動画これで終わりにしようと思います。ぜひね気に入っていただけた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トパログでした。